玉井さん、はい、新年一発目のロケでございまして、今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。とにかく、はい、ほら今北陸エリアが大変なことになってるけども、そうですね、みんなね、だからといってこういう風になっちゃうとね、うん、日本列島が負のオーラに包まれちゃうから、いや 元気な人はね、とにかく元気を発信するという、それでいきましょうよ。そうですね、みんなさ、こうなるとさ、うん、日本中がこうなっちゃうから、ね、なんかこう沈んでいっちゃいますから、うん、気持ちがね。だから、ウルトパンチも、はい、今年も初ラストね、はい、やっていきましょう、はい、ということでね、はいはいはい、今年一発目は、はい、東銀座に来てます。おお、銀座初上陸。歌舞伎座じゃないですか。すごい。斜め前が、はい、岩手銀河プラザといって、はいはいはい、岩手県の、はい、アンテナショップになってます。あ、そうなんですね。この銀座新橋有楽町、この辺はいろんな都道府県のアンテナショップがね、うん、はい、こうあって、そうですね、熊本の震災あった時なんかは、うん、熊本の築屋橋の交差点のところにあるんだけど、はいはいはい、そこでほら勝手応援、うん、まあ、宝とかさ、うん、だから皆さんもこうできる応援をね、うん、無理のない応援をということで、そうですね、で今現地はなかなか難しいですからね、うん、行ける人は行っていいんだよ、うん、現金バッと行ける人は行っていいんだよ、そうはいかない人はさ、まあね、で今回ここに来たのは、はいはいはい、例のちゃぶ台返しの八重樫さん、ちゃぶ台返しの八重樫さん、はいはい、八重樫さんがこの応援団となってこのアンテナショップでね、なんかやるみたいなのね。あ、そうなんですよね。だからほら、うん、僕らもそれをYouTube で取り上げることによって、はい、東北の応援ということでさ、はい、今日は来たわけなんです。あ、なるほどございますね。なんか堀社長はなんか何だって？なんかですね、堀社長が、うん、なんかちょっとまた一杯一席設けてくれるみたいなんで、ね、ありがたいですね。あ、じゃあそれを、ね、励みに頑張っていきましょう。頑張りましょう、はい、よろしくお願いいたします、うん。強いが打うのは弱い、何が起こるかわからない、うーのとパンチの今日もどこかでダイナマイト、パンチの今日は岩手銀河プラザからダイナマイト。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノー、これ来たことある？いや、僕はね、銀座一丁目に広島のアンテナショップがあるんで、あるよね、あるんですけど、そこは初めてですね、岩手の方ね、こういうのたくさんあるんだよね。あ、ね、あ、カッパちゃん、カッパちゃんもお久しぶりです。岩手の応援団なんです。あ、そうなんですか。前にお会いして、ありがとうございました。お元気ですか？今日八重樫さんが来てるって言ってました。お待ちしてました。ありがとうございます。後ほどインタビューを。ありがとうございます。今日はそばっちも、そばっち、かわいらしいですね、そばっち。そばっち、ワンコそばのね、八重樫さんの応援に行きました。宮古の小魚についてお話をしていただいてもいいですか？岩手銀座プラザ、いいですね。私去年ね、ちゃぶ台返し選手権、まあ、2年連続大惨敗をしてますので、ちょっと今年こそなんかちょっとね、いい結果を残せるように、ね、その前に、ね、あ、いいよ、はい、3月3日にね、はい、宮古の毛刈り祭りがあるんだよね。おー、だからこれも八重樫さんに、はい、来れたらどう、今のところ大丈夫なんだけど、あ、3月3日のことだからわからないから、あ、ちょっと待ってと、もちろん空いてればね、行きますよということで、ちょっと YouTube で宣伝させてもらいます。よろしくお願いします。 ありがとうございます。こちらは何が入ってますか？はい、もう一つ一つ話します。私先ほどいただいて、はい、いただいた、はい、銀河プラザの中に何が売ってるのかとかさ、はいはいはい、ちょっとぐるっと一周してみましょう。あ、分かりました。八重樫さん特徴はだから、あ、そうなん、ちょっと忙しいですね。じゃあ行ってみましょう。よろしくお願いいたします。もういきなりこう名産がありますね。落花生なり、長ネギ。抽選券は、じゃあ抽選券も、はい、何の抽選券ですか？こちらは大福の引換券と、うん、はい、こちらが抽選会の抽選券になります。今大福はいただけるの？はい、
はい、こちら、こちら、本当ですか、はい、すごいですね、じゃあ後ほど、はい、大谷翔平さん、ね、ドジャースに行かれます、二刀流の、ちょっとね、新年一発目、ね、ちょっと大谷さんの、なんかですかね、ちょっとこのいい運気をというか、いただければね、思いますけどもね、見てください、あの僕もね、ちょっと今、画面には映ってないんですけど、メガネを変えたんですよ、ドジャースブルーに変えました。あれ、いつもなんだっけ赤です。あ、そうだったね。あれよく見てないと思う。やっぱり岩手といえば、はいはい、餅だよ、団子だよ、くるみ団子、うん、だから岩手の北上の親父おふくろの実家に行くとさ、三が日餅だったもんね、朝昼晩。くるみ、きな粉、ごま、醤油、あんこ、とにかく餅だもんな。そんなにおあ、くるみ団子なんかそのね、いや、まあ一周してから、ね、あ、まあまあまあ、はい、そうすればもうこんなっちゃう。まず一瞬ブルッブラッとね回って、こう、あ、ネオトースト。パンもいっぱいあるんですね。豆パンもね、有名だよね。豆パン。あ、いいですね。いい名前。栗林。おお、いい名前ですね。まずか広島に縁がある。中京から広島入ってまだ 4,5 年かと思ったら違うんだよね。まだ3年目です。あ、3年目、去年3年目、今年4年目です。あ、はい、ごめん、間違えちゃった。大丈夫、大丈夫です。え、もうだってあいつも30ぐらいじゃない。いやいや、まだ27だと思います。社会人2年目。あ、倉橋じゃない、堂林。あ、堂林はもう30。そうでしょ、堂林、堂林さんじゃない、堂林さん、堂林くんもさ、3、4年目かと思ったらもう、もうベテランです。10年ぐらいやってんだもんね。そう、多分3、4年目ですね、うん、これ欲しいんだよな。あの、これ、南部鉄器。南部鉄器ね。南部鉄器、僕初めて見たな。あのね、はい、本当にその、一昔前は、はい、あのプレゼントされて一番困るプレゼントナンバーワンが南部鉄器だったの。またなんでですか。あの、重い。重いからね。ただ、あの 5,6 年前にヨーロッパの人たちが、これは素晴らしいと、置物にしてもするだけでも素晴らしいっていうことで、それとは自信持っちゃって、岩手県の人がさ、東北の人っていうのはすごいもの持ってるのに、これ東京の人でああやって隠すのよ。でちょっと見せてって言うとすごいものなんだけど、本当に大谷君のおかげでね、みんな岩手県が自信持っちゃったの。これをね、はいはいはい、もういろんなところで言うんだけど、この南部鉄器の風鈴を見るとね、はい、親父を思い出すのよ。おうおう、あの団地のベランダの物干し竿、はい、で、中原の富士通の裏の家、うんうんうん、また、元住吉の家、うん、とにかく物干し竿にはいつもこれがかかってて、多分親父はね、この音を聞きながらね、岩手を思い出してたと思うのよ。ああ、忘れないようにということ。だから本当にね、親父はこうタバコをね、ハ、うん、ーって吸う後ろに、うん、ポートレートのぼやかしじゃないけどさ、みたいにこれがいつも映ってるんだよ。あ、そうなんですね、この音なんだよな。このなんかこの心地よい音ですね、うん、で、あ、これこれなんだよ、猿。猿、あ、何ですかこれは。これがいつも いつもこれあったの、この猿が。ああ、そうなんですか、うん、うわー、懐かしいな、俺これ買っていこうかな。リンゴがついてるから、ね、ま、これもまた猿って何部種類ですね。いいんだよね。あ、これも南部鉄器なんですね。そうだ、もちろんだよ。だからこの音が鳴るんだよ。なるほどなるほど、この音、南部鉄器、本当だ。ああ、これ、急須、素敵ですね。うちにはね、すき焼きの鍋、はい、あと鉄の鍋の大小、はいはい、あとご飯炊く鍋と南部鉄器がある。あ、もう南部鉄器で用意されてる、うん、これでね、お茶を飲んだり、お湯がこう、何ていうの、鉄分が出るからいいんだよね。あ、これ、あ、こっから鉄分が出るんですか。おー、あ、いいですね、あるあるある、これね、南部鉄器でキャンプを楽しもうなんて書いてます、ね、これキャンプにも使えるんですかね、これ今のはね。送られて困るお土産ナンバーワンだったの、でもなんかそういうのを気づくのってやっぱ外国の方が多いですよね、なんかね、観光者でね。本当に本物知ってるからさ、うん、すごいぜこれ。え、38万8300円。重みがすごい、他の方は大体1万とか2万ですけど、なんでこれは38万なんですか。やっぱり職人なんじゃない、ハンドメイド。あ、本当だ、
食ハンドメイド、タノトクリア食品ホテルです。田中碧選手が愛用してます。お、出た、川崎フロンターレの田中碧選手、すごいですね。まさか川崎のフロンターレの選手が使ってらっしゃる。こういうのもいいですね、手作りの。なんていうのかな、なかなか岩手に行けない人でもここに来るとなんか行ったような気持ちになる。そうですね、大村君分かるじゃん、広島の行くとさ、分かります、ね、ふるさとに帰ってる気持ちになるだろ、うん、またスタッフが広島の方だったりもしますからね、うん、そういうのがあるといいですよね。あ、大谷さんのまた本もたくさん揃ってますよ、これ。あ、エンゼルス時代ですけどね、うん、メジャーリーガー2人もいるんですよ、菊池雄星と大谷翔平っていうの、これまたすごいですよね。佐々木君も行くだろうしね。あ、そうです、来年ねオフに行くということですけど、うん、こういうのさ、止めて応援、食べて応援、うん、そして発信して応援と ね、お酒もいいですね。岩手で美味しいお酒はどれ？朝開き。朝開き。ほうほうほう。南部美人なんていうのも有名だ。南部美人有名ですね。朝開き有名よ。朝開き、これはおいくらなんですか？これは1634円、安い、飲み頃ですね。いいね、匂いが素敵ですね。あ、この辺にもいいじゃないですか、大吟醸なんですね。水仙なんてのも有名なんですね。結構なんかいろいろ見ますけど、ワインと、ワインと、ビールと、余計な利用してらっしゃるお客さんもいらっしゃいます。さあ、それとね、派手な帽子をかぶったカメラマンと、はい、呼ばれたかな、カメラで見た人たちが呼ばれてます。雪の風さんのテントの中でなんか呼ばれましたね。ちょっとね、今近づいてきましたが、ちょっとなんか聞き覚えがある声ですね。ダーマー、放送席ヒーローインタビューでございます。本日のヒーローは見事逆転ホームランを放ちました、パンチ佐藤さんです。どうぞー。いかがですか、今の気分は。現実味まで飲みたいです、今日は。どーん、大阪みなみで待ってまーす。タコマンで川崎あたりで出会った二人はいつも元気で走ってる、パワー全開で、ウノとパンチの今日もどこかでダイナマイト。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノーダーマー、ダーマー。とにかく物干し竿にはいつもこれがかかってて、多分親父はねこの音を聞きながらね岩手を思い出してたと思うのよ。親父はねこの音を聞きながらね岩手を思い出してたと思うのよ。YouTube チャンネルをですね、ご覧にくださってる方もですね、結構増えてきたんですけど、はい、まだね、もしかしたら、あのチャンネル登録ってどうやるのっていう方がね、多分ね、いらっしゃると思うんですよね。まだそんな人がいるの？教えてあげてよ。そうですよね。簡単なんだから。簡単でございますの。あのですね、まだ登録されていない方はですね、うん、我々の動画を見てるときですね、チャンネル登録というボタンが出てくると思うんですよ、うん。で、そこを、ピッと押していただきますと、うん、簡単にこれチャンネル登録終了でございます。わからない時はですね、うん、息子さんや娘さん、うん、また会社の後輩なんかに、うん、ちょっとチャンネル登録教えてくれよ、うん、これっすよ、ピッそうね。そうですので、ね、簡単にできますので、はい、よろしくお願いいたします。